福島から来た山本です。孫の名前は龍です。何歳ですか？2歳です。家内の正恵、長女の智美、次女のエリカ、長男の康平です。やっぱり日本はすごいもう35度を超えててすごいムシムシしてますけども、まあ30度くらいで、爽やかで、この地方は大好きです。ヒルトンのバケーションクラブの2ベッドルームタイプですけども、ラグーンタワーで、10年前くらいに購入しましたけど、みんな気に入ってます。孫の買い物とか、あとのんびりして、あと美味しいものを食べて、今回はトレッキングもしてます。昨日ですね、マカプーポイントに、行ってきました。ベビーカーで途中まで登って、少し半分くらい歩いて、だいたい40分くらいで頂上行ってきました。で、灯台が綺麗で、海も天気が良かったんで真っ青で、綺麗でした。風が強かったんで、涼しく気持ちよく、登ってこれました。ただ課題はなんか足がだいぶ痛い。ちょっと筋肉痛です、ね、なんか明日エステに行って、なんかその辺を保護してもらうつもりでいるようです。今年はノースショアのソープファクトリーに行ってきました。お友達とかに、とてもいい無香料の無添加の洗顔ソープを買ってきました。香り的にはピタケとかプリメリアの香りが好きです。このバッグはジブリのお店が好きです。チラシも可愛いし、水着もいろんな種類があって毎年買ってます。彼もジンボリーです。孫は女の子なんですけども、小さい車とかおもちゃが大好きで、トロリーバス、なかなか日本にないんで、トロリーバスに乗りたいということなんで、今レンタカーなんですが、これから帰り、この子たちは多分トロリーバスで帰るかと思います。ピンクトロリー、JCB だと無料で乗れるんで、それを利用して、途中、絶対乗りたいということなんで、乗せて帰りたいと思います。アローハー。